ヨゼフ・アレビー、ジョゼフ・アレビーは、トルコ出身のフランスの言語学、東洋学者、ユダヤ系。故郷アドリア・ノープルとブカレストのユダヤ人学校で教師を務めていた時、東洋の諸言語と考古学の研究に没頭し、学識を蓄えた。1868年、世界イスラエル同盟によって、アビシニアに送られ、ファラ社の生活状態を探る。この時に執筆した、 報告書がフランス学士員の注意を引いた。1869年から1870年にかけてフランス学士員の依頼により、期限24年以降ヨーロッパ人として初めてイエメンを横断し、サバ語の碑文を調査して686点に上る貴重な碑文を収集した。帰国後、これらの碑文の解読に成功し、サバの言語と神話の基礎を解明。 これが彼の最大の業績となった。1879年以降、パリの高等研究所でエチオピア語の教授、またアジア協会の師匠も務めた。ありがとうございます。